そんな切羽詰まった BGM でマテリア生成するんですか。総員準備はいいか。戦いだ。イエスサー。統制が取れている。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、クライシスコアやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、エアリスからワゴン作りたいなーというね、ちょっと催促のお電話が来まして、まあその後、ミッション消化してたんですけど、まあ、ミッションはね、まだもうちょっと残ってるんで、裏でちょっと、まだ数が多いのでこっそりやってしまって、もろもろ探索から始めていきたいかなと思います。では、やってまいりましょう。シスネちゃん、飯に誘っている。さすがザックス。たった今任務が入ったところ、悲しい。上に掛け合っ、孫さん、やめた方がいい。タークスの主任は怖い。孫さんは怖い。セフィロス、ファーストって待遇も特別なのか。まあ、ねえ、セフィロスが一番待遇良さそうですからね。でもセフィロスでもタークスより待遇が悪かったらもう、あれですよ。ソルジャー引退ですよ。ラザードにでも聞いてみろ。あんま良くなさそうな感じですね。そんなことも知らないでファーストやってんの。お、カンセル。専用の装備。命令の拒否権もある。確かにセフィロスよく拒否してる感ある。ふふん。人の話聞けよ。カンセル。バハムートマテリア、ゲットですね。これでイフリートみたいにあれですね。たまに BMW で手伝ってくれると。バハムート、揃いましたね。味方になったメガフレア、見せていただきましょう。空から、ド派手に、なんかめちゃくちゃ回転してます。落ちてきてるのか。おわ。なんで、割れた。何かが割れた。天球が割れた。さあ、降りしきる。ガラスというかなんか結晶の中でかなりねメタリックですね。バハムート上から降りてきたのにまた飛ぶんだ。めちゃくちゃ飛ぶな。天空から力を集めて口にそのパワーを注ぎ込んでからのメガフレア、はあ、いや、これは食らったらもうイチコロですね。まあ、今となっちゃもうバハムートぐらい全然敵じゃないんですけど、ザックスとしてはね。まあ、ザコにとっちゃもう、蒸発でしょ。はーい。モンスターは全部倒しました。お宝、お宝。一つ、秘密のお宝求め。ふるさと、後に大活躍。チビユフィ、三つみんなに夢を届ける。お宝ハンター、お宝ハンターとは、ユフィのことでしたか？知ってました。ウータイにいた変なガキ。美人、まだお子ちゃまですけどね。スケベでもね、ザックス。迷子だろ。まあ、ここまで来てるってことはね。ウータイ復興のため、覚悟。シュシュシュ。でも多分その中ポーションとかしか入ってないですよ。やっぱ迷子なんだろう。お宝ゲット。泣き出した。迷子だった。去っていった。まあまあよしとしましょう。マバリア、メール来ましたね。ユフィからでしょうか。指示書。テストはクリアしたから、もう仲間になった。仲間にされた。神羅の経理部門。会社に背任してるんですけれども、拒否権なし。ユフィやりますね。迷惑メールに入れときましょう。マテリアを生成してあげる。精神の魔鉱石を渡すと？あ、見たいです。そんな、切羽詰まった BGM でマテリア生成するんですか？総員準備はいいか。戦いだ。イエスサー。統制が取れている。
メインエンジン、エンジン使ってるんだ。魔法エネルギーの凝縮率は50で停止。出力を上げろ。合点承知。80% 突破。凝縮率上がりません。なんか失敗しそうじゃないですか。冷却装置準備。出力最大 120%。 臨界点突破。やばいことしてますね。マテリア作るとき 90%。 あと 10% の勝負。来たぞ、あと一歩。 100% を確認。メインエンジン停止。一丁上がり。何ができたんでしょう。お、できてますね。ありがとうございます。かなり久しぶりに作った。今なんか燃えてましたよね。事情。エスナ。あんだけ盛り上がってエスナ1個とは。魔鉱石いっぱい持ってますよ。お、じゃあ、いろいろ作ってもらいましょうか。お、名前覚えられましたね。ポイズン。他にも魔鉱石ありますよ。魔力。もう一緒に仕事をすることはないかもしれない。もしかして、サイレス。マテリア生成部門、効率が悪すぎて、クビみたいな。HP もありますよ。マテリアルームの閉鎖が近々確定するらしい。兵器開発部門。はい。あー、なるほど。部門が違うから。だからこんな微妙なマテリアしか作れないんですね。でもまだマテリアありますよ。力の魔鉱石。最近はここで生成されるマテリアの評判がすごくいい。お、ということは、お、じゃあ、閉鎖の運命も、あ、兵器開発部門と肩を並べるぐらい一瞬で、この数分で、そこまで行ったんですね。グラビレ。他にも作れるかな。運の魔鉱石持ってますよ。お、じゃあ、これも預けちゃいましょう。良質のマテリアを量産できるようになったから、閉鎖は白紙撤回された。よかった。ありがとうございます。こちらこそ、ボーナスまでもらった。よかったですね。ウハウハですね。リジェネ。もうさすがにないかな。持ってない気がしますね。僕の夢はマテリア部門。ああ、できるといいですね。メールが来ました。セフィロスさんの居場所。資料室、はい。プロジェクト G。そこまでカンセル調べてるのがすごい。カンセルの調査力はやばいですね。地方の魔鉱炉建設予定地。ミッドガル魔鉱炉。ミッドガル周辺。まあ、護衛についてる仲間の兵士がちょっと心配。ミッドガルの周りはやっぱね、魔鉱が出てるせいか魔物めっちゃ出ますからね。ミドガルゾールムとかもミッドガル付近にいますけども。壮大な夢。夢見がちの危ない男。都市開発部門主任。シンラカンパリーのさらなる繁栄に必要なもの。お金ですか？ミッドガルの都市開発。はい。まだ多くの問題。まあ、そうですよね。うん。日々努力を続けている。武力な、まあ、ソルジャーの力を。まあ、都市の繁栄のためなら、いいような気がしますね。エアリスたちのね、生活も良くなれば。ミッションかな、これは。ごきげんよう、ソルジャークラスファーストザックスさん。前話した時と態度が違う気がする。ゴンガが調べられてる。調べ尽くされている。怖い。はい、ではね、ミッションこなしまして、シンラビルもちょこちょこ探索しましたので、今回はこの辺りとさせていただこうかなと思います。また次回ね、はい、もろもろやっていきたいと思います。ではでは。嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。